はい、ありがとうございます、はい、先ほどまでは猪沢さんが JICA 海外協力隊としてガーナで何をしていたのかみたいなところをお話をお伺いしたんですけど、はい、この動画では今何をしているのかっていうお話をお伺いしようかなと思ってまして、はい、そもそも JICA 海外協力隊で2年間ガーナに行ってたわけですよね、はい、その後の進路のことも考えたと思うんですけど、はい、実際どういう進路を行こうと思ったんですか？帰ってきて、うん、枕目学校で人が人に教えてるって素晴らしいなと思って、はいはい、ものづくりを教える先生になりたいと思って、手工芸ってやっぱいろいろあるんですけど、その一つに何か特化してそれを教えることやっていきたいなと思って、何がいいかなって調べた時に指編みっていうものがあって、指編み、その名の通り枕目とまたちょっと違って指で編む指編みなんですけど、特に道具を使わないみたいな。そうですね、やつが指編み、はい、そうですね、そうなんです。ちなみになんですけど、ちょっと聞いてみたいなと思ったんですけど、指編みの良さって何なんですかね？早い。早いの？早いです。もうざっくり編めるので、例えばニット帽とかを1個のニット帽編むのって、かぎ針とか棒編みでやったら、うん、やったことないんで分かんないんですけど、数時間かかるのが慣れてしまえば30分ぐらいで編めちゃうっていう。一つのものを作る速さが指編みの方が早い。そうです、そうです。それは何でかというと間隔が広いから。はい、ちょっとこれ参考に持ってきて、これ編み物なんですけど、わかります？スカスカ。確かにこれか。これは指編みでやってました。これ指で編めんの？編めました。すごいな。元は何なんですか、これ？布、毛糸と先布って言って、こういった洋服をチョキチョキ切って、はあ、もう糸状にして、それを一緒に編んでます、はい、すげえ。これ色変わってるんですけど、どうやって色変える？そういうグラデーションの糸です。あ、そういうことなんだ。いろんな糸があるんですよ。すごいわこれ。今こうやって使うんですけど、こうやってそれこそ帽子になりますし、はい、っていう感じで。ちょっと僕帽子かぶってみてください。ほら、あ、いいじゃないですか。あ、じゃあこれでちょっとこれはやります。いいですか、ありがとうございます。ちょっとだけつけてていいですか？もちろんです、もちろんです。ちなみになんですけど、ちょっと聞いてみたいなと思ってることがあって、うん、これ帽子じゃないですか？あ、これ帽子じゃないです、本当は。なんかこう、失礼しました。またこの入れ物。あ、これ一応帽子に入れてただけで。いいです、いいです。ちょっとかぶってますね。なのでさっき紹介した枕目と指編みの違いは、枕目は本当チク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 ってやっていくんですけど、指編みは本当に指を使って編んでいくっていう感じなので、またちょっと似てるで違うんですけど、それをすごいと思って、それに。じゃあもうそれのインストラクターを今してるみたいな。そうです。はい。これって今どういう人たちに教える機会が多いんですか？子供たちですか？子供たちと、あと例えば老人ホームに行ってご年配に教えるとか、うんうんうん、はいはい、目を見えない方とかにも教えたことはありますし、うんうん、あと若者とかには若者っぽいものを教えたりとか。へえ、はい、なるほど、ありがとうございます。他にも何かされてらっしゃるんですか？帰国してから JICA を通してなんですけど、うん、出前講座っていうのをやらせてもらっていて。出前講座って何ですか？主に小中高に行って、で、課外授業の一環といいますか、テーマが国際協力を知ろうみたいなことの特別講師みたいな感じで行かせてもらって、うん、そうなんですね、はい、それは何を伝えるような感じになるんですか？テーマが学校によって違うんですけど、基本は国際協力をしよう、はい、ちょっと SDGs とかいうテーマがあるので、実際に海外に行ってボランティアした人の話を聞こうみたいな感じで、うん、ガーナのこと、JICA のこと、自分がしてきた活動、今何してるとか、うん、今話してるようなこういうのを時間をもらって、あって、はい、あとパワーポイントで話す感じです。じゃあガーナで何をしてたかみたいなところも含めて、ね、お話をされるって感じなんですね、はい、でそれを聞いて子供たちが夢に向かってくれるといいなっていう感じの。実際どうなんですか、湯沢さんが例えば学校とかにお話をするじゃないですか、うんうん、お話しした時子供たちはどういう目で見るんですか？興味ありますか？すごくありますね。そうなんだ。ですごい嬉しいのが、終わった後にちゃんと感想文とかが届くんですよ。あ、めっちゃいいですね。 それを見てまた感動して、うん、よかったと思って。あ、そうなんだ。うん、すごい仕事だなって思います。結構それって頻度あるんですか？基本的には月1ぐらいであるので、それが広がるといいなって思うんですけど。じゃあ指編みのこともやってます、はい、出前講座っていうのもやってます、はい、他にも何かされてることありますか？あと全くちょっと違うんですけど、バーのマネージングとかもやっていて。バー？バーですか？それ何のバーですか？バーレストランっていう感じなんですけど、私がガーナで出会った友達が日本にいる時に働いてたところで、私も帰国してからその友達にそこで会って、そこでそれこそ指編みのワークショップとかをさせてもらったんですけど、はい、うん、働かないって言われて要は夜の街ですよね、そんな世界も知らない
なかったので、いやいやと思ったんですけど、うんうん、もはやもう8年ぐらいやってて、やばいですよ。バーってどういうバーなんですか？音楽バーっていう感じなので、音楽とかあと演劇とかそういうやっぱアーティストが多い街だったりとかするので、お客さんとかもそういった方が多くて、基本はもうバーレストランみたいな感じなんですけど、定期的にライブやったりとかして盛り上がってる感じですごい楽しいんですよ。ちなみに音楽の街ってどこにバー？下北沢です。下北まあ有名なねところですよね、はい。そうなんだ。じゃあそこでバーのマネジメントもしてるんですね。もともと普通にバイトで、今もバイト扱いなんですけど、長くなってしまったもので、まあ、8年いるからね大ベテランですよね。やらせてもらってでもそこでの出会いとかがすごい多いので、はい、やめるにやめられなくて。なるほど。ちなみにいろいろ今されてらっしゃるじゃないですか、はい、今後米澤さんとしてはどうなっていきたいですか？やっぱり指編みをもっともっと広めていきたいっていうのがあるので、うん、今指編みのレシピ本みたいな絵本を作っているんですけど、はい、それを通して指編みをもっと伝えていけたらなっていうのがあります、世界中に、はい。そうなんですね。じゃあもうがっつりと専門職の方に今後はプッシュしていくような。そうですね。なんですけどやっぱり海外に行ってたこととか、うんうん、下北のネバーネバーランドっていうお店なんですけど、そこでの出会いっていうのもすごく深くて、なのでそこで得たこととかもたくさんあるので、指編み子供に関わる仕事とかもやってるので、それとグローバルなことと、なぜか下北の夜の街といいますか、ローカルなねそういったところを全部つなげて何か発表できるようなことをやっていきたいなって、はい、なるほど、はい、思ってます。ありがとうございます、はい。でちょっと最後にっていうところで3つお聞きしてみたいなと思ってるんですけど、はい、米澤さん福島から出られて、はい、東京っていうところを知り、海外っていうところを知っていったわけだと思うんですけど、海外に行ったからこそ日本ってどう見えてるのかなと思ってて、日本ってどう見えてますか？先進国の割には、うん、なんでこんなにまだまだ閉鎖的と言いますかもちろん私やっぱり立場上こう周りに国際的な人もいるんですけど、うん、全然そうでないとこもあって、もっともっと向ければいいのにもったいないってすごく思っていますね、うんうん、興味ないなら仕方ないんですけど。世界に目を向けるってことですか？行った方が楽しいし、 あと、うんうん、日本ってやっぱ素敵だと思うんですよ。四季があって、うん、他の国よりはすごく物事にいろいろ丁寧で、うんうんうん、歴史もあって、それをもっと行ってで伝えていいんじゃないのかなって思うので、うんうんね、もっともっとグローバルになっていけばいいなっては思いますね。確かに使えないと思っちゃいますねありがとうございます。あともう2つお聞きしてみたいんですけど、米澤、はい、さんってもともと国際協力に興味持ってなかったじゃないですかなんですけど国際協力の道に入っていったわけじゃないですか、はい、だから色々今出前講座とかも通じて国際協力みたいな話もちょっとしてるのかなとも思ってるんですけど、米澤、うんうん、さんにとって国際協力って何ですか？さっきもちょっと言ったように、うん、私の中でやっぱりちょっと言葉の違うだけなんですけど、協力よりも交流っていう方がいいんじゃないかと思っていて、うんね、やっぱ協力ってなると固くなってしまう、うん、何かしなくてはいけないなんですが、交流っていうとさっき言ったようにまだ日本を知らない人もたくさんいますし、日本人だってまだ海外のことを知らなかったりするので、交流をしに行くっていうのだけでいいんじゃないかなと思っていて、うんうん、なのでそれこそ出前講座とかで子どもたちに聞かれるんですけど、まだ学生の私たちに何ができますかよく聞かれる質問なんですけど、すごいな、そうなんだ。それってすごく素敵なんですけど、できるかだとしなきゃいけないっていう感じじゃないですか、うん、なので何がしたいっていう方に切り替えると、うん、それでいいんじゃないのって思うんですね。面白いですね。そう考え確かに面白いな、うんうん、なるほど。確かにおっしゃる通りな気がしますね、うん、何ができるかって必然的に立場切り分けてるんじゃないかなっていうのが先入観でありますよね、うん、でも一方で何ができるかっていわゆるそこって対等だから、うん、そういう考えで自分がアクションを起こせるっていう、うんうん、確かに考え方としてのスタンスはすごいありますね。それもずっといろいろやっていく上で、うん、あれって思って自分で。確かに。ありがとうございます。じゃあ最後に出前講座とかでも皆さんにアドバイスしてるかもしれないですけどここでアドバイスするとしたらなんですかね。興味がなきゃ何も始まらないので、うん、はい、興味がなかったら終わりかなと思うんですけど、本当に本当におすすめなので、海外に目を向けるとか海外に行くっていうのは、うん、興味を持ってもらいたいっていうそれだけだったりとかするんですけどはい、はい、あとやっぱり興味があっても、私が一番後悔してるのはやっぱ語学が全然苦手だったので、うん、英語ってやっぱ強いと思うんですけど、英語に限らずフランス語プラススペイン語とか行くと本当にもう視野が広がって何でもできちゃうと思うんですね、うんうん、私ができないので、うん、なので語学ってすごいと思うのでなるほど、ね、語学に興味を持てば多分今よりもしたいものですね、うん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 、増えてどん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 できると思うので、
なるほどですね、ありがとうございます、はい、確かにおっしゃる通りで、もちろん海外に興味を持ってもらうことも大事だと、うん、とはいえじゃあ海外に行った時に何が本当にできるのか、うん、何をしたいのかっていうところってコミュニケーションに紐づいちゃう部分もありますもんね。一番そこですよね。確かにね、はい、だからそういったところは学んでおくといいよって感じですかね。うそうですね。なるほど、ありがとうございます、はい、ちょっと今日はですね、国際協力の中でも JICA 海外協力隊出身で今手工芸とか、うん、そういったところをお仕事もされている日野沢さんにお越しいただきました、はい、この動画が面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、でも今日は本当にありがとうございました、はい、ありがとうございました。